すごく重くて倒れてきて、私の大事な大事な右手を挟んでしまい、すごい腫れちゃったので。Welcome back to Happy Mom Channel。 皆さんこんにちは。今日は朝から韓国に行きたいと思います。LCC だけど、優先搭乗ができるそうなのでお願いをしました。今税関通ってきて、なんか指をね2本出さないといけなかったけど、麻痺ですっていうことを伝えたら片手だけで OK だったのでスムーズに済みました。いける？行きましょう。わかんない。すごい。すごい。韓国の友達のママのボーイフレンドのが教えてくれたご飯屋さん、私行きます。楽しみ。ご飯、今みんなトイレ行っちゃった。私は空港でトイレ行ってきたので大丈夫。空港は車椅子のトイレとか、そのトイレ問題は割と清潔で髪も流せるところだったので、とりあえず手洗いは空港で済ませていたので大丈夫。これ韓国の牛のさ、キムチ。大根食べてみて。で、カクテルって言って。うん、そうそう。日本ではカクテルっていうのね。辛いかな。辛くない。いただきます。うん。いろんな、これは韓国じゃないからさ、本当韓国じゃないから、これ美味しい。あ、そうね。セパリムチ。ああ、これもさ、違う。これがさ、梅の野菜になって。クラゲ？クラゲ、クラゲ。クラゲ、クラゲ。クラゲ、クラゲ。ね。で、これはさ、おかわりできるから、どんどん食べてね。で、これはさ、よく食べててしてるもんね。違う、違う、違う。これはさ、辛くないよ。これは辛くなくて、
ザートに梅ジュースをいただきました。美味しいコーヒーみたいな。あ、そう。アニョー。では手を負傷しまして、あの、なんだっけ、セーフティーボックスがすごく重くて倒れてきて、私の大事な大事な右手を挟んでしまい、すごい腫れちゃったので急遽病院に来ました。ホテルが一番近い救急病院。もう時間的にどこの病院も空いてなくて救急に行くことになって、救急車呼びますかって言われたんですけど、普通に呼ばずに歩いてきました。一旦右手が終わった。辛い。来週に撮影もあるし、イベントもあるので、観光客に来てまで病院に行くとは思ってませんでした。何病院だろう。あ、着いた着いた。もう杖が持てないほど痛くて。好的。